川崎機60試作2号機機60は第二次世界大戦中に試作された日本陸軍の戦闘機である。開発、製造は川崎航空機、設計は土井武雄。1939年、日本陸軍は欧米各国の最新鋭戦闘機並みの高速で重武装の本格的な重戦闘機の開発を機とした。 開発は機体に乗せる発動機を液冷式とすることにしたため、この形式の発動機に慣れているということで、川崎に任されることになった。発動機には、日本製に適当なものがないことから、ドイツから輸入された DB601A が搭載されることになった。なお、後を追う形で開発された機61は、これを国産化した HA40 を搭載している。 試作した全3機器60の試作機は、1941年3月に完成した。液冷式発動機を搭載した先細りの機種や、高速性追求のための高翼面荷重の機体は、おおよそ当時の日本製の機体のイメージとは異なるものだった。また武装は、12.7mm 機銃2丁と 20mm 機関砲2門という、 当時の日本の戦闘機としては強力なものを備えていた。試運転中の機601941年6月、研究用に輸入されていた BF-109E と中島製の機44との間で比較審査が行われたが、速度や操縦性は他の2機種より優れていたものの、水平加速性能と旋回性的機44より劣り、 DB601 の整備にも手間がかかることが分かったため陸軍では機44の開発を推進することになり本機の開発は中止されることになったその後の1941年12月に初飛行した機61が機60より速度と格闘性能で優れていたことも本機の開発中止の一因と言われている総生産機数は試作機3機である そのうち2機は機44の増加試作機と共に、独立飛行47戦隊に配備されたが、実戦に参加しないうちに2機とも事故で失われた。残りの1機は終戦時まで残存していた。なお、かやば製作所製の実験用無尾翼機、クヨンにも、機60という計画番号が与えられていたとも、言われている。ありがとうございます。